絶対王者の強さを感じた若手たちは、今度はどんな風にこの予選ヒートから組み立てていくでしょう。最終コーナーから立ち上がってきます。スタートは切られました。スタート、スタートの両者がまた飲み込まれちゃうか。ホールショットはこれは内側からズバーンといった場合があると奥に強いアウトサイドになりますよね。飛び込んでいたのは高橋のリーグからのサービス。さあ、そして2番手には高橋の両者、3番手に奥住がいるか、そして4番手以降も大きく変わってきた佐々木大地がドロップになったんじゃないですか。佐々木大地は7番手あたりまでドロップをしています。キャリアピンからの立ち上がり、2番手には佐藤、トップ快走しているのはスタートダッシュ決めました高橋春之が最終コーナーから立ち上がってきます。トップ高橋、2番手佐藤、3番手にはなんと金越、4番手に荒尾、5番手に奥住、6番手に野村、Bグループオープニングラップで思いっきり前に出た高橋以外の構成模様となっていて、じゃあこの佐藤亮太の実施例が2番手も変わってきましたね。アラウンドで上がってます。3番手に奥住知恵、金子はどこ行った、さっき佐藤が止まったということは金子となんかあったんですかね。1コーナーのところ放送室からあまり見えないところでいろいろ起こっているようです。金子もだいぶドロップしちゃったか。さあ、2番手には荒尾、3番手には奥住、4番手には佐々木、ちょっと離れまして5番手に清水、さあ野村もストップという情報が入ってきましたね。ああ、足が滑るマシンが止まってます。 S 字のとこですね野村。そして3コーナーの手前は他のマシンだぞ。ちょっとわからないけれども、アイコかな、ロードの残り線っぽいのでアイコでしょうか。止まってしまっています。さあ、ということで結構スタートもできないし、止まってしまったドライバーもいるし、今のところ山越と佐藤と、それからさっきの愛子と野村と、これで4台セカシャンキは決まっちゃった感じになってしまったでしょうか。さあ、1コーナーのところ、荒尾翔太に対して奥住知恵が、佐々木大地がちゃんとつけていきます。考えすぎてしまったという荒尾です。何考えてるんだよって言って、さっき横のね、佐々木大地大先輩に突っ込まれてました。さっきの決勝も15周までプッシュしますよって言って、周りからなんで15周までなんだよって言って大きく突っ込まれてました。結構天然入ってました荒尾翔太。でも早さは昨日、去年のねリベラートの時に実証部にいた最終コーナー、奥組系乗り込んでくる。奥組系2番手のパラリンコーナーで荒尾翔太が返していく。OK 部門 A グループ、ゼッケン77番、22番、21番、27番、77番、22番、21番、27番、以上4台の皆様、コントロールとは1回お願いいたします。お越しの際はマスクの着用を忘れなくお願いします。周回数は5周終了です。全監督気持ちを佐藤に高橋春之通過していきます。2番手争いも落ち着くのか落ち着かないのか、チームメイト同士だから激しくやり合うことはしないと思いますね。あらわさん佐々木、そこにお口がどうなっているか、他はちょっと注目です。あらわさん選手が上がらずに後ろのお口に出さなきゃやられるのが嫌だったら、佐々木大地あらわの前に、ね、出ていくでしょうし、あらわさん佐々木が動いたらそんなにね、父は渡れせずに譲ると思うんで、ここはもうこのチームメイト同士がどんな青いの呼吸を見せるかというところです。奥住はその後ろについてきてます。そして5番手には清水、さらにこの序盤で6番手なんですけれども、
今までとは違う様相になっています。6番手半玉サムネの後ろに朝日さんも上がってるんです。さっき朝日さんも6番手を走っていましたからね。で今と最後も来てるんで、この2グループでは断トツ勢が結構本当は勝ちというか勝負をして枠を振り入れているという感じです。朝日さんも13番手からスタートで一時6番手まで上がってきていました。野戦ヒートは折り返し、さあ2番手、3番手も相変わらず整理性の王子です。しかしその後ろの奥組自衛がここにピタッとついているという感じではないので、このまま荒々ペースで佐々木大地についていくのかなという感じですね。もう佐々木大地は何といっても決勝に向けて温存することを考えているでしょうから、無茶な仕掛けはしないと思います。第2コーナーに入っている清水の後ろ、6番手には唯一去年まで1位に出ていた神田浅宗、7番手には朝日さん、6番手が中盤から抜け出しましたね。で8番手、9番手というのはかなり接近をしております。今4コーナーから SG へと向かっているところなんですけれども、さあ下り 25R カーナンバー15番の田中哲也が8番手、その後ろに南俊介、そしてその後ろにはジエイルシアが上がってきております。ジエイルシア14番手スタートから現在10番手、その後ろにカーナンバー88番山田ハイリがつけていまして、横浜勢最上位の山田ハイリが12番手です。12番手には少し結構良かったと今の最後のブロックして立ち上がると、あ、アイコが走ってますね、走ってますね、さっき3コーナーの手前で1周目で止まってしまって、2周目で止まってしまったのは金子中でした。さあ勉強といたしましては残り3周というところなんですが、2番手に佐々木大地がこの周回上がってまいりました。3番手荒尾に後ろ分かっているだろうなと言い残したかどうか分かりませんが、スタートの荒尾アプリティーにインターサラルマッチ、これで4番手ドロップです。2番手争いはこれで落ち着いたかなという感じもしますけれども、ね、まあ、ここはもう振り合ってもこれ3番手4番手がこの後入れ替わるかどうかというぐらいで、後ろ5番手の清水稲葉は離れておりますし、半田の中で結構ペースはいいんですけれども、あと3周では前の清水には追いつけないと思いますね。そして8番手に上がってきたドライバーなんですけれども、いやいや6番手なんですけれども、これ半田と朝日、その後ろにはカーナンバー43番の宮城を先頭とした3番ですが、宮城これ刺激でそうな雰囲気ですね。ユーリシアの田中哲也がレッスン終了、残り周回数は2周、トップのカーナンバー8番の高橋春之、まさに先ほどの朝1番の決勝の悔しさを晴らすかのような走りを見せてます。高橋春之5番グリッドからのスタートだったんですよ。それをスタート直後の混乱をスパーンと抜けてきて、その後あっという間に後ろに差をつけてきましたからね。後ろにいるのは去年まで同じチームだった先輩格で絶対的なエースだった佐々木大地です。それを大きく自分に従えて走る高橋春之の今の心境はどういったものなんでしょうか。まあ、もちろんこれがねまだ予選ですから何とも言えないところだと思いますけど、決勝だったらこうなんかバンカー胸に迫るものがあるんじゃないかなと思うぐらいの快走ぶりです。2番手に対しまして2秒の大差をつけています。まだまだ予選です。ファイナルラップです。バトルが8分と今ヘアピンに入っているこの3台したいかなというところで、上位陣はジェッカーのヘアピンに飛び込んでまいります。高橋、佐々木、奥住、荒尾、清水、そして6番手にはマンダー、朝日、宮城といったダンロップ勢も期待。